三ゾウは自分が運営するバーに後輩のサバンナ高橋を連れて行き、冷麺とドリンクだけで8000円というぼったくり価格を請求した。三ゾウの元相方である山崎雅也と不仲説が出ていたが、実際にコンビを解散するときは一切会話をしないほど険悪な仲だった。三ゾウはテレビキャスター草野仁と,とレスリング対決をしてあっさりと負けてしまい、それに腹が立った草野ひとしから共演 NG を出されている。 三ゾウの父親は開業医で兄は歯科医という割と裕福な家系だが、兄は2016年に白血病で亡くなったとツイッターで報告した。